あと今日しっかり滑りましたね、一個、なんか <laughs> い。いや、やっぱさすがに、ドッキリ家族のさ、大地がさ、あの、新加入選手に、ピッチ上で気使うのやめようみたいな。勝つことが大事だから、もう、くん付けとか、さん付けとか、いらないから、そうそう、もう全部呼び捨てでいきましょう、みたいな。って言って、あすごいなと思って。 さすがだねって俺がくん付けするっていう一言も言ってたんですけど <laughs> 一言目あ大地くんさすがだねみたいな言ったらはいって言われた <laughs> あもっと分かりやすくボケればよかったっていうのは今思い出しました嫌ですね多分滑ったことすら気づかれてない滑り方してます、ね、今もうゾワゾワってしてますね、うん、もうケチくではない監督はくんつけるんかいっていうボケだったんだけどあれは良くなかった <laughs> 誰も気づいてないそれありますね 普通の会話でそうでだからあの、この配信とかでするようなボケしちゃって何人かチャットで突っ込んでくれたらいいなみたいな、思って。<laughs> いや、全く大地とか悪くないでしょ、それ。なんならちょっと声もちっちゃかったと思うんだよね、そんな自信ないから。<laughs> 1> <laughs> そうだね、第1スタメンから始、ま、外しますか。そうですね、もう突っ込んでくれなかったから、スタメン落ちですね。はい 滑ったときは帰ったら反省しで全くしてない。ニヤニヤしながらどっか消えましたね。<laughs> 恥ずかしいと思って。あれは僕が悪かったですね、はい、完全に。<laughs> あとはなんか、あの僕が、まあ、ルチョ君をあのキャプテンじゃなくて副キャプテンにしたじゃないですか。で最近の告知とかでもルチョ君に厳しく言ってるやつとかあるじゃないですか。あれを大地とか空はめちゃくちゃいじるんですよ。大丈夫ルチョみたいな。<laughs> 大丈夫、ルーちゃん、不安になってないみたいな。<laughs> それが、よくやるなと思って、俺の前でだからね、しかも。こいつはすごいなと思って。でも、それのおかげで、まあまあまあ、悪い雰囲気にならないから、そうそうそう。いや大丈夫だよ、つって。<laughs> そうそうだから、うんうん、まあ、まあ、選手たちに助けられてますだから僕も、うん、今、主要部でもそうですけども、監督、ヤオザフットボールとして振る舞うのはもうやめてるんで、う普通に泣くいレオとして、 まあ一番リーダーの立場として何するかって考えてるかも、そっち側のみんなも楽しそうだしね。うん、変にもう、監督はこうあるべきだっていうのがう自分のよくないところだと思うからで。結果、そう、監督がくんづけしだすってボケに気づいてもらえないっていう、そう、人間として言ったら普通に人間が滑ってたっていう、<laughs> そう、監督として威厳ある感じだったら、そうだな、みんな、タメ口でいこう、みたいな、なんかその、うん、くんづけなしだ、みたいな。 気づかないでいこうね。これはもう安杯だよね、これ。なんだけど、そこでもう僕という人間は、くんづけするっていうふうにしたかった。そうまあ難しいというは良くないボケですよ。もっとわかりやすくね。変顔でいかなきゃな、大地君さすがだねっていうふうに言ってたら、そう。じゃた何すかその顔っていうボケにはなってました。保険顔で保険かけてくるっていうね。コバは今日も面白かったコバはもう本当にね、あの喋る間とかね、素晴らしいですよね。

「血の怖いもちとかさかさ」「血でも進めるさまらかなら」「ったモラルが作ったルー